皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。大手事務所から独立したタレントのテレビ番組への出演機会がほとんど得られなくなる、忖度や圧力、癒着疑惑について、恩事協日本音楽事業者協会の専務理事を務める中井秀則氏が、週刊新潮に様々な持論を語っていました。中井氏は、かつて、明石家さんまさんやダウンタウンらのマネージャーを歴任し、現在は、吉本興業総合企画室室長などの肩書きを持ち、芸能界の元締めと目されるお偉いさんです。恩事協理事として、デイリー新潮に登場した中井氏は、タレントを奴隷扱いする、意に沿わないタレントを干す、といった芸能界の噂を、都市伝説とも言うべき噂と表現します。そして、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの3人に関しては、一般的に干されたとの見方があることを指摘されると、ジャニーズ事務所に、公正取引委員会が調査に入り、注意を行ったことは事実ですが、圧力や嫌がらせの事実を認定したわけではありません。キャスティングされる機会が減ったのは、ひとえに、スマップ、ジャニーズという金看板が、外れたからだと思いますとの見解を示していました。さらに、あくまで一般論と前置きした上で、独立したタレントが、元の事務所から円満に退社したのではない場合、そこには、紛争の可能性や、不法行為などで損害賠償問題が起こった時の支払い能力の有無など、潜在的なリスクが存在すると判断して、キャスティングを避けることはあると思うんです、とも語っていました。実際、日本ならではのビジネス形態がもたらす影響はあるのでしょうね。と指摘されると、事務所と所属タレントは力を合わせ、いわば、二人三脚で、お互いの価値と利益を最大化させることを目標とします。決して精神論で申し上げているのではなく、これをマネージメント契約と言います。個人事業主であるタレントと事務所が対等な立場で専属契約を結び、事務所はタレントと相談しながら高みを目指すために宣伝や出演交渉を担います。新人なら、ボイストレーニングや演技指導、時には、住宅の手配など、生活一切まで面倒を見ます。両者はチーム、家族なんですね。よく比較対象にされるアメリカでは、エージェント契約と言いまして、仕事を取ってくる代理人に 10% 程度のフィーを払った後に、タレントが自分で全てのスタッフを雇う手法が主です。日本では、所属事務所が担う業務の全てを、自分が雇い入れたスタッフに委託するという形です。法律顧問に広報担当などなど、彼らの人件費はじめ、諸経費は全て、タレントが、自身の取り分の中で賄います。日本では、アメリカほどドライではない分、事務所への信頼感で仕事が発注される面があるんです。だから、タレントがチームから外れたら、その仕事に加われなくなってしまうケースは出てきます。厳しい言い方になりますが、個々のタレントは輝いていても、冷徹に見れば、余人をもって代え難いほどの存在って、そうそういるわけではないんです。これに対し、ネット上では、新しい地図には圧力がなかったってこと？じゃあ、なんで、CM の仕事はあるのに、テレビの仕事はなかったのか。単純に、マスメディアと芸能事務所の癒着の問題では、など、様々な意見が沸騰します。メディアと大手芸能事務所の癒着や忖度に関する疑惑は、世間にとっても大きな関心事のようです。ほとんどの視聴者は、もうすっかりお見通しなんですけどね。稲垣さん、草薙さん、香取さんの3人は、独立後も、宝くじ、ロト&ナンバーズや、星のドラゴンクエストなどの CM に出演したほか、ここでも、サントリー、ファミリーマート、アンファー、ネスレ日本、メルカリなど、数多くの CM キャラクターに起用されてきました。そこだけを見ても、タレント価値や需要、好感度の高さは健在と見て取れるため、スマップ、ジャニーズという金看板が外れたから、という発言に引っかかりを覚えるユーザーがいるのも無理はありません。今回とちょっと似た騒動といえば、
2019年8月に発売された週刊文春で、マツコデラックスさんが3人について言及。テレビ局は使いたくないんだもん。スマップだから使われていたわけで、スマップじゃなくなった3人に魅力を感じますか？あの3人は、スマップにいたからこそチヤホヤされていたんだから。あの3人を使うんだったら、キンプリを使いたいんですよ。わかるでしょ。それがテレビ。舐めるなって話ですなどと言い放ち、大きな波紋を呼びました。ちなみに、マツコさんは、その後、週刊女性の取材に対し、3人の人気がないって言ったわけじゃなく、他のベテランジャニーズだってそう、手垢まみれの私たちより。今の若いテレビマンが、企画書ゼロの段階で誰を使うってなったら、キンプリを使うでしょって話よ。ギャラも安いし、人気もあるしと、そういう話をしたんです。と、弁明っぽいことを語っています。一方で、香取さんは、2020年8月2日放送の7人新しい別の窓29で、テレビの仕事について、呼んでいただけるなら行きたいですし、もう一度、本当に頑張ろうと思えていて。でも、3年経ったんだけど、こんな出れないんだと。この3ヶ月くらい感じていました。と、素直な思いを打ち明けていました。そして、草薙さんも、2020年9月16日放送の伊集院光とラジオとにゲスト出演した際、TBS さん、すごいですね。久しぶりにテレビ局来たから、テレビ局だ、みたいな、と落ち着かない様子を見せ。出番の最後に、テレビ局の方、お仕事ください。いつでも窓口は開けてますので、お仕事くださいと呼びかける一幕もありました。おそらく、その時には、ぴったんこカンカンは決まっていたんですけどね。そんなお二人も、もうすぐ、役者としてテレビドラマに出演することが決まっており、時間はかかりましたが、間違いなく前進しています。そして、大手事務所の弱体化も目に見えて明らかです。今年に入って、多少は変わろうとしている動きも見えていましたが、悲しい出来事も続いており、闇の深さも露呈しています。未だに、古臭いルールが存在すると言われる、日本の芸能界。お偉いさんの鈍感力には呆れちゃいますが、だから出世できたんでしょうね。これ以上、テレビ離れが加速しないように、お偉いさんには、時代の流れにそろそろ気づいていただきたいところです。ここからは、ネットの声のご紹介です。見る方は、そのタレントが事務所に所属してようが独立してようが、知ったことではない。ただ、事務所のご利用しだったり、事務所を辞めたタレントを干したりするのは、見ている方からすれば、ただただ見る気が失せるだけ。というか、見ない。事務所側の意見だね。タレント側の意見を集約して話せる人がいない。だからこそ、事務所に関係なく加入できる芸能人労働組合、歌唱が必要なのではないだろうか。なんだかんだで事務所に縛られることが多くてストレスになっていたり、やりたいことができない状態だから独立するのではないかと思う。事務所に対して強いて言うなら、もっとタレントの言うことを聞く耳を持つべきだということかな。移籍や独立で表舞台から消されてしまうタレントが出るのは好ましくないですから、せめて円満にことが進んで、我々視聴者や観客が楽しめる芸能界でいてほしいと思う。個人事業主であるタレントと事務所が対等な立場で専属契約を結び、これができていないことが全て。独立という表現がよく使われるが、タレントは個人事業主なので、最初から独立した存在。にもかかわらず、事務所側がタレントを自分の持ち物のように考えている間は、状況は変わらない。売上左右される CM はずっと継続してあるのに、看板外れただけとか圧力や忖度ないということを、無理やりこじつけるためとしか思えないですけどね。映画も好評で、来年は大河もあるくらい。一般の方も、草薙さんの演技が見たいというコメントも見るのに、キー局ドラマが3年もないっておかしいでしょう。国際パラ特別親善大使でパラ応援ソングを歌い、その売り上げの一部で、パラスポに寄付もしているのに、
未だその歌すら歌う機会がないのは不自然としか言いようがない。 IPC も広告塔の意味も含めての起用だと思うのに、世界的なイベントのパラよりジャニーズや曲は排除を優先しているように見えますけどね。そしてこの記事を配信した新潮さんもそのお仲間ということですよね。ジャニーズに限れば忖度圧力も今年限りじゃないですか。嵐がいなくなる来年以降、忖度するようなタレントが見当たらないし、事務所が権力持ってテレビ局に圧力かけた結果、テレビが全くつまらない。忖度だらけのワイドショーはこちらから NG です。スマップの看板がなくても彼らは知名度もあり、相当数のファンを抱える芸能人である。そんな彼らがほとんどテレビに出ない一方、個人では客を集められないようなタレントばかりが毎日テレビに出演している。なんとも滑稽で不思議だ。冒頭の元スマップへの圧力のところであっさり引き下がって記事を読む気しなくなった。どう考えても圧力、嵐を紅白とかで使いたい NHK もしてることで日本のマスメディアに絶望してしまう。 CM で起用するスポンサーは圧力に屈しないし、希少価値が出たのを逆手に取ってて偉い。何もしていないならなぜジャニーズ事務所はコートリーから注意を受けたのでしょう。芸能界の掟やらがあると芸能レポーターやらがやたら言っていましたよ。ノンさんもあまり見かけないのはやはり同じ理由ですか？大抵のファンは所属がどこになろうと応援する気持ちに変わりはないと思います。ただ単に広告代理店やマスメディアと芸能事務所の癒着の問題では、事務所がダイヤの原石を発掘して売り出すのに多額の資金を費やして売れて金づるになった途端辞めるって言われたら怒りたくなる気持ちもわかるけど、そのために個人個人との契約があるのだから契約満了して嫌がらせのように無言の圧力をかけるのはフェアじゃない。事務所対個人じゃどうしても個人は弱く負けてしまう。事務所に対抗できる組合かなんかの組織が必要なんだろうね。新しい地図が消えずにいられたのも、徐々に活躍が見られるようになってきたのもご本人たちの努力だけではなく、事務所が圧力に屈せずに命がけで守ってくれた飯島マネージャーがいたからですよね。信頼し合える関係が築けていて羨ましいです。今のマスコミのだんまりはスマップの時によく似ている。春馬くんのことは周囲もだんまりでまるで何もなかったかのよう。話題にしてくれたらファンたちが話に触れてくれてありがとうと感謝するレベル、これって異常ですよね。プライドを持って仕事をされているマスコミ関係の方、どなたか三浦春馬さんの事務所との関係や契約について調べていただけませんか？春馬くんにも飯島さんのようなスタッフがついていてくれたら得やんでも悔やみきれません。北野誠が朝日放送の番組でバーニングの素方のことを言ったからと朝日放送が恩事教を脱退させられたことは忘れられない。まあ北朝鮮とか日本の自民党とか中国共産党と同じ性格を持った組織なんでしょう。公式発表を垂れ流せと強要されて書かされたプロパガンダですね。読んでしまった自分に失望。圧力と闇の深い世界だということで良いんですね。スマップの3人や自殺で世を去らなければいけなかったお三方も含め、芸能界がさらに闇深い業界になっていたとは思わなかったですよ。個人的には女優さんたちの独立は世界平和や人権活動を活発にされていたのに、その活動を逆恨みをされこの世から抹殺されたお三方のように個人的な活動を闇とその闇で裏で動く権力と圧力によってもみ消されたくないから独立したと思っています。新しい地図の3人のおかげで独立しやすい環境ができたのかもしれないね。稲垣さんは朝ドラに出て、草薙さんは大河に内定して、香取さんはテレ東の主演ドラマが決まった。共演シーンはなかったけど稲垣さんの出てた朝ドラスカーレットに関西ジュニアが出てて、間接的にジャニーズと新しい地図が共演しててびっくりしたのを覚えてる。
3人が以前みたいにテレ東以外の民放ドラマにも出演しているところがまた見たいな。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。